人間と仙人の決死の抵抗が実を結びつつあった。連合軍は各地でオーディン軍を撃退。オーディンの勢いは一旦停滞する。この状況を危ぶんだアレスとロキは自ら出陣、大軍勢を率い宗妃が守る連合軍の城へと攻め寄せた。城が包囲されるのは時間の問題。脱出するなら今しかないが、どうするのだ。敵本体は未だ南にある。まずは北の砦により敵前衛を迎撃。敵がひるんだ隙に西より撤退を図る。敵は大軍、砦を守る加工派と合流できなければ我らに勝ち目はない。あの砦にもすでに敵が押し寄せているようだ。急いだ方がよかろう。そう、あと少し待ちこたえてくれよ。加工派、よくぞ砦を死守した。状況はどうだ。いや、ここは攻め口が一つしかないんで、どうにか防ぎ止めてるってところです。攻めがたく守りやすい砦とは都合がいい。寄せての戦力を削り撤退の機を伺う。遅れるな。ならば私も力を貸そう。その際、捨てたものではない。今のところアレスが動く気配はない。だが奴は父上の力を手に入れている。戦いになれば相当の被害を覚悟せねばなるまい。挑むなど万有だったか。よう息子、よく粘ったじゃねえか。さすがは俺のせがりだぜ。いやいやいや、待たせすぎだって。もうダメかと思ったよ。目障りだ。目障りだ。そういや、今まで言いそびれてたけど息子が世話になったみたいだな。ありがとよ。いえ、私はただ加工派さんがさまよっていたところを偶然見つけただけです。むしろお礼を言うべきなのはこちらの方です。たくさん守っていただきましたから。さすがの腕前です。わきまえろアレス。世を滑るなどと本気で言っているのか。そう、俺はオーディンと共に絶対神となる。父上のように人間と慣れ合う神など害でしかない。絶対的な力で支配してこそ争いのない安定した世界が訪れるんだ。アレス殿の考えこそ主神にふさわしい。私とオーディンの目は間違っていなかった。お見事。見てるこっちも奮い立ちますね。命が惜しけりゃ獲物を置いてきな。絶対神が決めた道をたどるに、くだらん。誰がそんな天下を欲するものか。争いも嫌だけど神に支配されるってのもな。自由が許されないってことだろ。確かに人が作る世界は完全とは程遠い。だがそんな愛しい世界を今私は守りたいのだ。敵の攻勢が止んだよ。西への道が開けた。これより撤退を開始する。西へ逃げてくださいと言わんばかり。さすがに考えすぎだよ。目障りだ。これは源の義経。いかなる敵も止めてみせる。
なんだか雰囲気が柔らかくなりましたね。柔らかく？すまない、女神として節度を保てていなかったからそういう意味ではありませんわ。今のあなたの方が私は好ましいと思います。行くぞ、我らの前に道は開かれた。悪いが、ここでゆっくりしていってもらうよ。まあやっぱりか、うまくいきすぎてる気はしてたんだ。これ以上頑張られると困るんでね。悪いけどちょっと本気を出すよ。我々を逃がす気はないらしい。お前はそこまでしてないわ。その際、捨てたものではない。虫への対象は完全に読まれていたが、このまま逃げ切れるのだろう。第2第3の伏兵があると見るべき。進路を変え、南より撤退を図る。いずれにしろ無断はできん。さすがの腕前です。一見敵の追撃をしのいでいるように見えるけど、実際のところはどうなんだ。なんだか敵に誘い込まれていたような、そんな気がします。幾度攻められ叩きのめされよう、諦めることを知らず歯向かおうとする。やはり人間は愚かで弱い。絶対的な力で支配することこそ奴らのためなのだ。随分遅かった。芸能な怪物を従わせる私の身にもなってくれ。ほら怪物ども、せめて命令通りに動くんだ。さっさと奴らを叩き潰せ。追っ手の到来は予想していたが、紹介、怪物どもの大将がよく似合っていた。すみません、この正式をバカにするのか。ごめんなさい。おとなしく私の踏み台になるがいい。よろしくお願いします。はあ、私たちから逃げる術などない。彼らなぜまだ抵抗するのだろう。トロから人間どもに教えてやろう、絶対的な力の差をな。ごめんなさい。アリスが動いた。退路を塞ぐつもりか。ならば待て。またも神の力で弱き人間を守ろうという。人間の強さならよく知っている。お前たちが来るまでタイロを守るというだけだ。言ってくれる。さっさと周囲の敵を片付け、アテナを援護する。その際、捨てたものではないな。しつこい怪物ですわね。私につきまとうなんて汚らわしい。敵将を奪い合い、統率者なき怪物など恐れるに足らん。我らも急ぎ脱出路へ向かうぞ。さすがの腕前です。弱き人間に肩入れするとは、所詮お前も父と同じということか。我々神は人間の上に立つ存在。人間は守る、支配すべきもの。私もそう思っていた。だが本当にそうなのか。我らが絶対的に優れているなどなぜ言い切れる。アテナ殿、ご無事ですか。ああ、怪物どもが片付いたようだな。結局神様からは逃げられない。俺たちまんまと乗せられてたってことか。ここまではわきまえろ。だが最後に奴らは思い知るんだ。人間は思っているほど弱くも愚かでもない。
う気だったのか。最後に策を覆してやろうと。全く人間とは。お見事、見てるこっちも奮い立ちますね。逆らう相手を間違えたな。その朝こそ後悔させてやろう。私はお前の策略を見抜けず、こうして世界に危機を招いた。だからこそ人と共にお前とオーディンを止める。君が何をしようと勝手だが、私の邪魔だけはさせない。私が終わらせてやろう。驚いたな。次に会う時にその命預ける。わきまえろ。見ていて。押されてる。なんとか持ちこたえないと。真の三国無双だ。なんとか逃げ切ったか。いやー、今度こそダメかと思いましたけど、アテナ殿のおかげですね。私は一人でオーディンやアレスと戦おうとしていた。だが人の力と知恵がなければ私は今ここにいない。女神としてふさわしくあらねば。そんな考えにとらわれて数々の非礼を働いたこと、あ、心からお詫びします。どうかこれからも力を貸してください。世界を救うために。 Yeah.